フィギュアスケート選手権でコーチと共にキスクライで待機するミシェルクワン。キスクライはフィギュアスケート競技会で競技後、選手とコーチが採点結果の発表を待つためにスケートリンク脇に設置された小さなスペース。略称はキスクラ。選手とコーチはしばしば良い演技をした後に、それを祝うために接吻をしたり、失意の涙を流したりするので、 その名前が付けられた。この場所は通常リンクの角または端に位置し、スケーター及びコーチが競技結果を見るためのモニターが設置されており、ベンチまたは椅子が備えられている。テレビ中継や報道機関の写真撮影のために花やその他で装飾されていることが多い。1983年にヘルシンキで開催された 世界フィギュアスケート選手権で大会組織委員であったフィンランドのフィギュアスケート役員ジェーン・エルコがイベントに先立ってテレビ局の技術者と共にアリーナを訪れた際にその技術者にこの場所を何と呼べばいいのかと言われたその時にエルコがキスクライと名付けたオリンピックでは1984年のサラエボオリンピックで公式の待機場所が登場した キスクライという言葉は1990年代初めから広く使われていたが国際スケート連盟規則でも公式に使用されている。アメリカとその他の各国のスケート連盟は待機中の振る舞いをスケーターに指導している。いくつかの体操競技でもキスクライという言葉が使われている。ありがとうございます。